お疲れ様です。今回は世界一わかりやすい 3D 映画解説アバターを100倍楽しむ動画やっていきたいと思います。いよいよ今年12月16日にアバターウェイオブウォーターが公開されます。ついに続編が公開かと思っている皆様にお知らせがあります。ご存知の方もいるとは思いますが、このアバター2024年に3作品目、2026年に4作品目、この流れは28年まで続き、アバターは5まで制作することがすでに決まっております。その1作目が今回リマスターで再上映されたということで、試写会によかったら来ませんかということでご招待いただきました。ディズニーさんから代理店に来て、代理店さんからお声がかかったみたいです。あらかじめ言っておきますが、試写会には参加しましたが、お金をもらった案件動画とかではないのでご安心ください。やはり何と言ってもこのアバター1作目は世界最高の興行収入、歴代1位を記録しているんです。長いシリーズものの完結編とか久々の続編とかではなく、新しい単独作品として歴代1位になったんです。しかもそれが未だに続いているということで、非常に偉大な作品だということが伝わると思います。そして私、なんといってもですね、お恥ずかしながら今回初アバターを鑑賞してきました。ちょうど仕事が忙しい時期に映画を全然見に行けない時があって、その時にやったのがアバターだったんです。このアバター2009年公開、今から13年も前なので、正直初めて見る僕としては何がそんなにすごいんだろうと、今見て感動するのかなって思ったんですね。ただ試写会にお誘いいただきながら、私正直な感想を言わさせていただきます。このアバターという13年前の作品を見た僕の感想としては、ピカと嘘だろと思いました。2009年公開はこれ嘘だろと本気でね、ちょっと思うぐらいの革新的な映像の作品になっておりました。可能性としては、一つ目としては世界中が俺に嘘をついているかですよね。もしくは続編作品をこう運営の人が間違えてね、上映しちゃったか、実は今が2009年、2022年だと俺が勘違いしちゃってるか、監督のジェームズ・キャメロンが未来人でそのテクノロジーを使ったのか、実はゼロからこのアバター1作目を作り直したやつを上映したのか買って思うぐらいですね、個人的には衝撃的だったんですよ。いろんな映画を取り扱わせていただいてますが、過去トップレベルの映像体験を13年前の2009年の映画にこうやられたっていう衝撃がすごかったんですよ。今まで見た 3D 体験の映像いろいろあるんですね。これまでだとレディープレイヤー1の、まあ、レースのシーンとかすごくね素晴らしいなと思ったんですが、その中でもやっぱりですね、一番ぐらいの衝撃、常に奥行きを感じる映像で、こんな作品あったのかと。映像体験としては今年見た中でもトップガンマーヴェリック級のですね、体感をしました。あちらはあちらで実写の素晴らしさを痛感したんですが、こちらはこちらで新しい CG の映像革新を体験しました。今まで見てない自分にですね、正直腹が立ちましたね。よくもまあお前今までアバター見てないのに、やれ創造主ルーバタールがなんやかんや、プランクブレーがこうだとかね、よく言ってきたなと思うぐらいにですね、非常に濃厚な体験をしました。この映画が9月23日動画がアップロードされている今日から10月6日木曜日までの2週間限定上映になっておりますので、それ以降はですね、上映が終わってしまいます。この動画を通して見ようか迷っている人、あとは1回見たんだけど忘れちゃった人、そして僕みたいにアバター有名なんだけどタイミング逃してまだ見てない人、その人たちに見に行ってもらわないといけない、このプレゼンを通して見に行かせることができなかったら僕ちょっと負けだなと思うぐらいの衝撃がありました。もちろん前提として僕が初めてアバターを見たっていう、初体験によるギャップみたいなものはあると思います。現在ですね、もう公開されてだいぶ時間が経って、サブスクでも配信されておりました。今はレンタル有料で300円から400円ぐらいでお金がかかる時期みたいなんですが、まあ、正直ですね、このパソコンとかお家のこの平面で見る映像っていうのは、もうアバターとは言えないんじゃないかなと思います。この新しい映像体験が物語での中での未知の生態系と遭遇するっていう、こことリンクしているので、劇場で見ることに非常に意義がある作品なんですね。しかも今回は 4K HDR リマスターということで、グレードもアップしております。さらには追加シーンもあります、まあ、この辺についてはですね、後ほど紹介するんですが、今回の動画では 3D 上映の簡単な仕組み、それを踏まえた上で最高に楽しむ環境、条件は何なのか、もっと楽しくなる補足情報をお伝えして、アバターを最高に楽しもうという動画になっております。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになる情報やストーリーを発信しておりますので、チャンネル登録高評価何卒お願いいたします。まだですね、チャンネル登録をしている人の割合が 8.6% しかありません。登録してない人は 90% を超えているんですね。どうしたんですか皆さん。今日ここで出会った僕とあなたはパンドラという星を守るナビーの仲間です。僕たちは10万人に行くのが僕の夢なんです。チャンネル登録をして
して損することはないんですよ。得することしかないんです。今すぐチャンネル登録と高評価何卒お願いいたします。あとはですね、皆さんとのコメントのやり取りがモチベーションにつながります。返信してますので、ぜひコメントしていってください。それでは早速参りましょう。まずは簡単な 3D 映画の仕組みをご紹介していきたいと思います。ざっくりな全体像をご紹介すると、目の前に人差し指を置いて右目と左目でこうつむりながら見てもらえればわかると思うんですが、右目だけで見える風景と左目だけで見える風景、これって見え方が若干こう違いますよね。それを両目開けた時に脳内で処理して見ています。その人間の仕組みを利用してスクリーンの映像と 3D メガネ、いろんな手法があるんですが、右用と左用の映像を超高速で、方式によっては毎秒144回、僕たちが認識できないぐらいものすごい高速で切り替えつつ、 3D メガネには特定の光だけ通すフィルターがついています。それにより僕たちの脳を擬似的に騙して平面の映像に奥行きを出す、これが 3D 映像の仕組みです。今回見に行った 3D 映画の方式だと、上映前にスクリーンにこう画像が映し出されているんですが、その画像を 3D メガネのこの右目だけで見た時にはスクリーンに映っているんですけれども、 3D メガネの左目だけで見た時にはスクリーンには何も映っていない。今回の上映前ではそういうのもね、体感してきました。大きく分けて5つの方式があります。いろいろと調べてきましたが、結構ね細かくなるとどうしても難しかったですね。この5つの方式以外にもアクティブステレオ方式とかパッシブステレオ方式とか、やっぱり専門用語出てくるので、この動画ではね情報を省き、簡単な全体像をお伝えしつつ、最後にねまとめますので、今から話す言葉が分からなくてもなんとなくで伝わるようにはご紹介していきたいと思います。まず1つ目がアナグリフ方式、2つ目干渉フィルター方式、直線変更フィルター方式、円変更フィルター方式、液晶シャッター方式、大きく分けるとこの5つあります。1つ目のアナグリフ式っていうのは、皆さんもね知ってる人多いと思いますよね。この雑誌の付録とかであるような赤色と青色で表現することによって、それに対応したメガネをかけることで浮かび上がっているように見える、これは子供の頃体感した人もいると思います。2つ目の干渉フィルター方式、さらに細かな色味の技術を採用しております。なのでメガネをですね、こうレンズを傾けながら見るときに赤と青の細かなグラデーションみたいにレンズがなっています。これにより、自然な多色表現ができると言われております。主に使われているのがドルビーシネマ、僕が今回の試写会で見て衝撃を受けたやつですね。ただこのメガネっていうのはちょっとごつめになっております。3つ目直線変更フィルター方式、これもいろいろあるんですが、左右の映像を2台のプロジェクターを使って交互に高速で映すことによって映像がですね他の 3D 方式よりも明るいと言われております。これを採用しているのが IMAX3D、 IMAX のクリアな画質と非常に相性がいいんです。4つ目これ円変更フィルター方式、先ほどの直線変更とこの円変更っていうのは光の性質を使って右と左に違う映像をこう認識させてるんですね。細かいことは省きますが、この円変更フィルター方式は首をかしげても3次元映像が崩壊しにくいという特性があります。リアル D やマスターイメージがこの方式を採用しております。難しく考えたら分かんなくて大丈夫ですからね。で5つ目は液晶シャッター方式、これは映像プラスメガネにもこのシャッターの切り替えがついている、これはスクリーンに大きな設備投資がいらないのでコストが低く普及しました。エクスパンドと呼ばれる 3D 方式で、この方式が 3D 映画を最初こう普及していったんですが、時代が経つにつれて別の方式へと移行しているようです。結局ですね、何がいいのか、ここでまとめますと、僕のね、調べたところでは、東方シネマズは赤線が引いてある部分の通り、IMAX 以外はリアル 3D メガネ、ユナイテッドシネマもリアル 3D、109シネマはマスターイメージ、イオンシネマはちょっと文字が小さいんですが、リアル D、もしくはマスターイメージ。要はですね、この大手シネコンで使われているマスターイメージとリアル D というのが、4つ目に紹介した円変更フィルター方式。首をかしげても3次元映像が崩壊しない。これがほとんど主流になってきているっていうことですね。もちろんこれ以外にも他の方式とか、それを採用しているシネコンもあるんですが、つまりですね、基本的な 3D 劇場はこの円変更フィルター方式で、座席の位置が直線じゃなくても多少ね右とか左にずれてても大丈夫、どうせ見るなら IMAX 派の人はこの直線変更フィルター方式になるので、映像のクリアさが担保されております。ただできるだけまっすぐの方がいいですよね。そしてアバターを過去に 3D で見たことあるという人は干渉フィルター方式、ドルビーシネマの 3D で見たことあるって人は少ないと思うので、この色彩が豊かな表現を体感してみるのがおすすめです。ただしメガネがちょっと大きいというデメリットもあります。最近の 3D 劇場はそこまで直線ではなくてはいいものの、クリアな映像の IMAX3D、 色彩豊かなドルビー 3D、 これらは
は、まあ、できれば中心がいいと。僕が今回見てきたのはドルビーシネマ 3D の一番後ろの座席の真ん中だったんですね。それで体験した感想で言うと、上下というか前後よりもこの左右の真ん中の位置っていうのを重要視した方がいいんじゃないかと僕は思いました。ドルビーシネマは勾配が普通の劇場よりも高めになってるんですけれども、一番後ろの真ん中の席でも 3D の体感はすることができました。なので比較したわけではないですが、個人的にはドルビーシネマおすすめです。このドルビーシネマの 3D のページに行くと、アバターの監督であるジェームズ・キャメロン自らね、宣伝担当として動画に出演しております。そしてドルビーシネマの 3D は先ほども言ったように非常に色彩が豊かなので、作り手の意図した通りのカラーが表現できているわけなんです。ドルビーシネマ 3D 自体がね、ちょっと多分日本でもまだ少ないと思いますので、無理せず行ける範囲の映画館でねご検討してみてはいかがでしょうか。ここからはですね、今回のこのリマスターの魅力についてご紹介していきましょう。ただただリマスターしただけではなく、追加シーンがあります。通常の上映だと162分、今回は166分です。まあ4分ほど違います。このリマスターの前に完全版、エクステンデッド版があって、あっちはね170分ぐらいあるみたいなので、まあ、それとはまたこう違う感じっぽいですね。現状をツイッターとかで試写会に行った人の意見を見た限り、まあ、明確な違いがあったっていう人はね見当たらなかったので、この追加シーンに期待していくのではなく、やはり 4K HDR になったアバター、このリマスターに期待して見に行くのがいいんじゃないかと思います。まあ、4K を簡単におさらいしておくと、まあ、YouTube やってる人もね、こう1080とか 4K とか画質の部分で選べるので分かる人もいると思うんですが、緑の部分が1080の画質、 4K になると縦横がそれぞれ倍になるので4倍前後の画質になります。そして2009年に公開されて以降ですね、アバターに至ってはこの 4K っていうのはまだ未発売らしいんですね。僕が調べたところ、スマートフォンとかパソコンの画面で見る分にはそこまで 4K と180のこう違いっていうのはね、人間の目だと認識しにくいんですが、今回この映画館大スクリーンで見る分にはこの 4K っていうのは非常にですね効果的になってきます。さらに HDR、 これはハイダイナミックレンジの略です。この HDR 聞いたことある人もいるんじゃないかなと思います。スマホの iPhone とかにもこれ導入されてますよね。どういう効果があるねんと思いますが、暗いところが黒く潰れず明るいところが白飛びしないという効果があり、カバーできる明るさの範囲が広いんです。具体的に紹介すると、映像さんのサイトから引用させていただいているんですが、この紅葉の写真で見ていただけるとわかるんですが、外の風景、紅葉を彩り豊かに撮ろうとするために明るさを落としちゃうと、この室内が黒く潰れちゃいます。じゃあ明るさを上げようとすると、今度は外の風景の色がこうちょっと白飛びして薄くなっちゃいますよね。 HDR ならその明暗さを広く表現することができます。外の色の明るさはそのままにしつつも暗い部分の色もキープできるという。さらにこの明暗さで色の表現が豊かなら、ドルビーシネマ 3D との相性もいいんじゃないかと思われます。まあ、ドルビーシネマのね回し物みたいになってるんですが、それぐらい今回見た初めてのアバターっていうのは僕にとって衝撃だったんです。あとこれは僕の個人的な主観なんですが、映像もですね非常にヌルヌル動いているように感じました。サイトとか調べてもこうフレームレートの改善したっていう記述はないので、僕の認識違いかもしれないんですが、他の映画と比べてもこのアバターのリマスターの映像はヌルヌル動いているように感じました。改めて見てほしいリマスター作品になっております。はい、ここからはもっと面白くなる補足追加していきましょう。この作品というのはジェームズ・キャメロンが非常に構想に構想を重ねた作品なので、組織とか人間関係も、まあ、ちょっとね壮大だったりとか、物語入った時に見逃しがちな部分もあると思うので簡単にご紹介していきましょう。地球から遠く離れた星パンドラが舞台です。ここは特異な磁力がある神秘的な星でした。住んでいるのは先住民のナビーたち。彼らが住む大きな木の下には希少鉱物アンオブタニウムというのがあり、これが地球のエネルギー問題を解決してくれる貴重なものだったんです。そして大手企業RDA 社はナビーたちにお願いするんですが、これまでずっと断られ続けてきたんです。そこで会社は地球人の DNA とナビーの DNA を掛け合わせた人工の生命体を作り、接触を試みていく。これがアバター計画と言われているものです。これを主導しているのが植物学者グレイス博士。このグレイス博士は常にですねアバター計画で自らもなり、ナビーたちの中にあるオマティカヤ族っていう人たちの村にですねこう学校を開いて、映画が始まる前にすでに文化交流と英語教育をして交流を深めていったんです。ナビーたちは独自の言語をね喋るんですけど、それと同時に英語も喋れる人たちがいます。それはこのグレイス博士が映画が始まる前にある程度の信頼を得て教育して交流を深めていったからなんです。
だけれどもやっぱりですね交渉が進まない。ナビーたちはいや神聖な木の下にあるその鉱物を取らせることは許しませんと話は平行線をたどり、上層部はイラついていくんですね。いつまでもこう待ってられないと。地球のエネルギー問題もあるし、何よりもその鉱物を手に入れることができれば会社は莫大な富が築くことができるんです。その中でアバター計画に参加するはずの人物が亡くなってしまう。その人物の弟がこの物語の主人公ジェイク、元海兵隊員で脊髄を損傷して歩けなくなっております。アバター計画に参加することになったジェイクでしたが、ナビーたちを武力制圧を目論む大佐によってジェイクを勧誘するんですね。お前ちょっとアバター計画に参加するらしいなと。ナビーたちの仲間になって、で、俺たちが武力制圧することに協力しろと。この自然対テクノロジーの対立、極端な対立じゃなくて、テクノロジーを使って手っ取り早く武力で制圧しようという人たちと、テクノロジーを使ってナビの独自の生態系を研究し、融和していこうという考えを持つ人たち。この2つの描き方で、先住民と自然の向き合い方に対するテーマを描いていきます。この作品の中には、アメリカの戦争問題、先住民の問題もありますよね。アメリカっていうのはこのインディアンの人たちを、まあ正直こう言いづらいんですが、虐殺してからあの土地を築いていきました。さらに人種の問題もありますよね。黒人の人たちを別の大陸から連れてきて、奴隷として働かせて成し上がってきた。それに加えて、我々が今抱えている自然に対する問題。この映画に含まれていることっていうのは、遠い未来に起こりうる問題なんですね。僕たちが生きているうちには関係ないかもしれませんが、今どんどんこう宇宙進出をしていって、何百年後とかになったら、未開の惑星に着いた時に、そこに肌が青い人種の人たちや独自の生態系があり、人類を救うような貴重なエネルギーが埋まっていたら、我々人類はどうするのか。この肌の色やそこに住んでいる自然や生態系を崩すのかどうかというのは普遍的かつ風刺的な作品になっているんですが、これをやっぱりエンタメ的にも仕上げることで世界的な大ヒットを遂げました。これがヒットしたっていうのは僕結構すごいと思うんですよね。アメリカのこの建国以来の問題も含まれているし、他のね、まあ、中国とかにも結構こうぐさりと刺さる部分今見てもあると思うんですよ。遠い未来になった時に先住民とか生態系を見つけた時にこのアバターという作品が効いてくる可能性もありますよ。そこにかけたこのジェームズ・キャメロンの熱意もまたすごいんですよ。この監督、1984年にターミネーター、86年にエイリアン2、91年にターミネーター2、94年にトゥルーライズ、まあ、SF 作品が多いですよね。そんなこのアバターの企画が始まったのが94年なんです。監督のジェームズ・キャメロンが子供の頃に読んだ SF 小説の中から構想していき、俺が作る最高の SF 物語なんだろうなってこう考え始めていったのがアバターだったんです。その後1997年にタイタニックを公開しますが、ジェームズ・キャメロン、まあ、このタイタニックを作ったっていうだけでもすごいんですが、まだ俺が作りたいアバターにテクノロジーが追いついてないということで、そこから待ち続けるんですね。制作総指揮とか、サポートする分野で他の作品に関わりつつも、俺はいつかアバターを作るんだって待ち続けて、2006年ナビー族の文化を開発していき、独自の言語、植物、世界観を構築していき、さらには独自の 3D のカメラシステムまで映画のために開発。それにより浮き上がる 3D 映画ではなく、奥行きのある 3D 映像を作ることにより新しい映像体験を重視していきました。なので木が手前にあるし、人がですねこうファッと前を通ったら、お、手前に人が通ったっていう感覚を得られるような体験になっております。この映画には意図的にですね、この奥行きを感じさせるアングル表現が取られております。 CG も細かな肌感、質感とエネルギーあふれる生態系、どういう文化があってどういう風に自然が循環していくのかを表現していきました。この映画自体は制作にですねめちゃくちゃ時間がかけて作られました。上層部もですね、いやキャメロンとええ加減に作らんかと、あまりにも時間もかかるし、正直これやんの難しくないかと難色を示しましたが、キャメロンとしてはですね、いやこれはもしうまくいかなかったとしても俺の給料を下げてもいいからやらしてくれと断固制作を続行。フォックスもですね途中諦め半分、いやもうこれもうこんな自由にやらせて本当ええんかと、もうキャメロン君君だけやととなった結果、なんやかんやなんやかんやって公開され、2009年になった時には時代を超えた映像表現、未知なる映像技術と観客が遭遇することにより我々は未知なる惑星に行った気分になるんですね。なので 3D 映画劇場で見る価値では全然違うんですよ他の映画と。圧倒的な没入体験をすることにより、単体作品ですからね、最初に言ったようにシリーズとかの続編完結編とかじゃないにもかかわらず未だにこう世界一位を記録、まあ一回ねアベンジャーズエンドゲームに抜かれちゃうんですが、中国で再上映された時にはですねまたその記録を塗り返したという、2009年単体作品でありながらも王者に君臨して
していくという、ジェームズ・キャメロンが監督した作品ってね結構少ないんですけど、どれも歴史的な作品ばかりです。先ほども言ったね、ターミネーター2、タイタニックとか、タイタニックだってもともと世界で歴代1位だったのを自分で塗り返したんですからね。それがもうすごいですよね。もうワンパンマンみたいな、出した映画は世界1位になるみたいな、すごいですよね。そのジェームズ・キャメロンが作ることにキャリアをほぼ使うんですね。彼のキャリア調べたら分かると思うんですが、タイタニックを作っていこう、あんまり監督作品やってないんですよ。それもずっとですね、アバターを作るんや、アバターを作るんや、俺の最高の SF を作るんやって、この時代を変え続けた男が残り4作品アバター作るって言ってるんですよ。つまり偉大なジェームズ・キャメロン監督の命をかけた作品になっているわけなんです。その1作目がリマスター上映された後、今年12月に続編が公開されます。そして2年おきに順次新作が公開されていく。この偉大な監督が自分の人生をかけて作ったシリーズサーガを見に行かない理由が人類にはないと思うんですね。行くかもしくは行くかだと思うんですよ。これを映画館で見ないのはもったいない。今年公開される続編はさらに舞台を海にまで拡大したということで、また新しい映像体験ができそうで今からワクワク止まりません。一体劇場でリマスターで何を体感できるのか。そして全部で5作品作るんですよ。3作品目で完結するじゃなくて4も5も作るんやということで、何か描きたい物語があるというわけなんです。5作品もかけて描きたいこと、その終着点は何なのか、壮大なこの物語の行く末はどうなっていくのか、伝説の始まりを再体験しよう。アバター1作目リマスター絶賛公開中、乞うご期待というところで、チャンネル登録と高評価絶対に何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。